あきひやこです。今日こそはストレガさんオープンマイク。今日こそは頑張ります。ありがとうございます。緊張されてました？しました、しました。そうですか？でも緊張と書いて僕です。そうなんですか？全然見えない。すみません、ちょっと片付けます。ごめんなさい。はい、それには慣れないとそんなそうですね、やっぱ数なんでしょうね。数ですか？はい、数が少ないです。なんかもう下手なんで、練習すればするほど緊張したり。そうですか？受験で緊張、練習しすぎてよりうまくできるだろうか。そうなっちゃうね。やっぱ人前でやっていかないと。そう、やっぱ出た数だなとやっぱ思いますね。そうなんですね。何十回何百回ですか？そう、でもすごい頑張って金山に行き始めたのもその緊張しよう直さめでもあるんですね。どうぞ。それもあったんですけど、なかなか緊張が取れないですね。結構メンタルで弱いです。豆腐メンタルなんで。いやでも 女性の方でも結構本当に度胸座ってることはすごいなと思って。そうですか。すごいと思います。やっぱギターが多いんですか？キーボードもいます？路上の人は。ああ、たまにいますね。練習不足とか本番とかなんかやられてたんですか？音楽やってる感じの雰囲気がすごいありますか？今そうしていただきましたけど、今年から始めたんですよ。再開したんですよ。再開です。もともとはバンドやってて、はい、それやってなくて、去年の末ちょっとライブに行って、またやりたい。はい、いいですね。今もう俺やってるのはベースもやってます。ああ、そういうことや。コギもやってる、ベースもやってる、ギターもやってる。はいはいはい。本当ドラムもやりたいみたいな。めちゃめちゃマルチじゃないですか。マルチになりたいんですよ。呼ばれた。あ、いや、いいよ、いいよ。かっこよかったですね。こんばんは。あ、ちょっとやばい。声がもうすでに上ずってきた。ストレガさんはですね、先月に続き2回目となります。で、私11月3日に発表会がありましてあったんですけど、それのために10月の末から2週間にわたって7回のオープンマイクを、オープンマイク破りをするという快挙を成し遂げまして、はい、で当日はまあなんとかうまくいきまして、まあ、緊張してましたけどね。でストレガさんに前回お世話になった時は私すごいズタボロだったんですよ。なぜかと言ったら、さっきお話しさせていただいたんですけど、私の前にオネスティ同じ曲を、私の唯一の1曲しかない持ち歌をバリッとかっこよく弾かれて歌った男性の方が見えて、はい、その次に私やることになってて、でもなんかちょっと気負ったんですね。私スタイルのオネスティを見せようみたいな、聞けみたいな感じで、そうしたらめちゃめちゃ緊張しまして、すごい上がってしまったんですけど、でその方にまた後日お会いしまして、別のオープンマイクで、はい、で今日は2曲目を持ってきまして、でちょっと眠気が来ているので、今日は1曲でお願いします。はい、ホイットニー・ヒューストンの Saving All My Love For You という曲なんですけど、ちょっと緊張で声が混ざる可能性ありますけど、すいませんね。よいしょ、お願いします。すごい、やっぱ緊張するな。
your family and they need you there. Though I try to resist being last on the list, but no other man's gonna do. So I'm saving all my love for you. では、オネスティ聞いてください。
song to satisfy that. If I wear my heart out on my sleeve, well, I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is こんにちは、パンキーヤコです。パンキーヤコ、本日は通算9回目のオープンマイクに名古屋市千種区池下にありますストレガさんにお邪魔してきましたが、もうね、今時刻はね、もう1時回ってますね。今日はもう化粧もほらもう落ちちゃってて、落ちかけちゃってて、崩れちゃってて疲れ切っております。今日はもう朝からね、忙しくて、今日はもう朝から父親の病院の付き添いとか、あとは、まあ、午後からは、ジャズボーカルのレッスンで、発表会に備えての練習で、その後帰宅してからのちょっと休憩して、そしてオープンマイクで、オープンマイクが終わった後皆さんとお話ししてて、ちょっと遅くなっちゃってですね、先ほど家に着いたんですけど、でワンちゃんをねケージから出してちょっとわちゃわちゃさせて、今ちょっと一息ついたんですけども、今日はもうオープンマイクで緊張しました。ストレガさんは前にオネスティの曲をね、私の前にねかっこよく決めた
男性の方が見えて、私は気負ってしまってでズタボロになってしまったっていう苦い経験があったので、あ、まあ今日はねその方見えなかったんですけど、なんかね、そのストレガさんでは結構オリジナルの曲をやられる方が多くて、割とギターメインででなんか魂のね、あのぶつけ合いみたいな、ね、感じの印象を私は受けてて、でなんかね、まあ、前回緊張したってこともあるのかもしれないけど、なんか緊張のスイッチ入っちゃいますね。でまあ録画しましたけど、自分の様子この後流しますけど、そのリアルタイムでちょっと MC もなんだかね、あの滑ってまして、っていうか後で見るとそう大して滑ってもいないような、っていうか別にそんなんね、あの誰も気にしてないんじゃんって感じはするんですけど、まあ、自分ってねやってる時ちょっとアウェー感がある時って何してもねなんかドツボにはまるみたいなところありますよね。まあそんな感じだったんですけど、まあ大してそんなんね、分からないんですよね、そういうのって、見てる人にはね。でね、まあ、1曲目のね Saving All My Love For You、 今日1曲にしようと思ったんですけど、なぜかって言ったらね、ちょっとほんとねもうすごい疲れてて今日はで眠気も来てまして、アミノバイタル飲んで行ったんですけど、まあ、実際アミノバイタルが効くかどうかもう分かってないんですけど、プラシーボ効果的な感じでね、まあ、今日も飲んだんですけど、であとコーヒーもねカフェインも取りつつみたいな。でもやっぱりね、仮眠しようと思ったんだけどちょっとできなかったっていうのもあって、寝られなかったんですよね。でやっぱ明らかに脳は疲れていて、で休息を取らないまま無理やりね、そういうカフェインとか取っても、まあ、ダメっちゃダメですよね。でもまあそういうダメかなっていうメンタルだと余計ダメになっちゃうんで、まあ、今日は頑張るぞっていう気持ちでねもう向かったんですけど、戦闘モード入ってでまあ始まって、まあ、やっぱりねもう歌う前から声上ずってたんですよ、まあ、そんなようなこと MC で言ってますけど、で結局歌い出したらやっぱりちょっと声がね思うように出ないと、で途中でちょっと一箇所ね止まってしまいました。もうこれは最悪やりたくなかったんだけど、しょうがないですよね。で次もう一曲で終わろうかなと思ったら、もう一曲やるんじゃないのみたいな感じのニュアンスの雰囲気があったので、あ、じゃあやらせていただきますって言って結局やっちゃったんですけど、まあ、やっぱり演奏している時に誰かがねおしゃべりしてるっていうのはまだまだねちょっとプレッシャーになりますね。で他の方が演奏してる時に誰かがねおしゃべりしてるっていうのはあるんですけど、やっぱ見てる時ってあんまり気にならないんですよね。で自分のことだとやっぱり自意識過剰になるんじゃないかなって思うんですよ。んでも一緒に出られた方がね、やっぱり爆発ですねって、練習ばっかりね一生懸命やっててもね、自分の理想がねどんどん上がっていってしまって、でやっぱりギャップ、現実とのギャップっていうか、まあ、人前で出た時のギャップがどうしてもね広がってしまうので、あんまり練習しすぎっていうのもね、練習もしないといけないんだけど、練習だけしててもやっぱりねなかなかうまくいかないものだなっていうのを他の方も言ってみえて、今日はまあギターのお話とかねいろいろさせていただいて、そういう点では今日本当良かったです。そして、まあ、場数をねしつつまた踏んだっていうことは前向きに捉えた方がいいかなって思ってます。ということで、今日は MC をね手短に終わらせます。で明日はオープンマイクは行く予定が一応ないんですけど、明日はちょっとゆっくりしつつ犬の散歩を中心に、あとなんだろうな、あとその次の日がジャズボーカルの発表会なので、ちょっと歌を見直して、で、まあ、次の日の発表会は夜に春日井のオープンマイクに行こうかなと計画しています。ということで今日はもうこれで終わりますね。来てくれてありがとう。これからも切磋琢磨を続けます。 Thank you for watching. Bye bye.